平井弘明です。今回はですね、クラブの下ろし方、トップからインパクトまでのクラブダウンスイングの下ろし方について解説していきたいと思います。平井弘明のワンナップゴルフとは言っても結構多いんですかね。他の YouTube なんかでもダウンスイングのクラブの使い方とか単純にクラブの下ろし方だとか結構見るんですけども、その下ろし方っていうのはあんまり僕は意識したことないんですけども、どういうイメージでまず下ろしてるかにもよるんですよ、ご本人が。なんでいくつかパターンをやっていきたいと思います。まず構えてトップを作って、ここからすんなり上げたところに戻ってくる人と、上げ方は今回別なので普通に上げて今度インサイドからこうやって下ろしてくる人と、逆にトップ作って上から降りてくる人、だいたいこの3パターンだと思うんですよ。それぞれ出る球って違いますよね。もちろん下から降りてきたらドロー系、出球が右に出る、上から降りてきたら出球は左に出る、フェード系の球が出やすくなるんですけども、下ろし方が自分のプレーン上に降りてこなくて悩んでる方なのか、それともトップを作ってそこからクラブがうまく降りてこないのかによって悩みが全然違ってくると思うんですよ。なんでクラブをまず下ろしてるかどうかっていうのが大事なんですね。なんでトップを作ってヘッドをリリースしながら体の回転をしてくれば綺麗にインパクトにこうやってゼロに戻ってくるんですけども、ここで落とさない落とさない落とさないってこうやって溜めてきたらクラブヘッドって降りてきてないですよね。なんでクラブが降りないんですよ。下ろし方ってタイトルをしてるのにクラブがそもそも下ろしてなかったら下ろし方じゃなくなっちゃうんですよ。なんで僕はこうやってすごいリリースするんで、あ、下ろし方なって思えますけども、クラブを溜めちゃう人、こうやって溜めちゃう人だったら下ろし方 ない下ろせなくなっちゃうんで、下ろし方を気にするんだったらクラブを下ろしてあげた方がいいんですよ。クラブをトップ作ってこっからポンとヘッドをうまくインパクトのボールのところに落としてあげれば、あんまりクラブってブレないんですね。遠心力がかかってればクラブヘッドはブレづらいんですが、こうやって遠心力がかからない位置にこうやってクラブが収まってくるとクラブってブレるんですよ。要は引っ張られないんでブレちゃう、いろんなところに行っちゃうんですね。なのでクラブが常に外に遠心力が均等にかかる打ち方をポーンと打ってあげると、クラブっていうのはブレづらいので、トップを作って下ろし方を考えるよりもそういう方を考えていただいた方がいいです。トップからインパクトまでの時間って1秒ないんですよ。1秒ない間に下ろし方を考えてその動作を加えられるかって言ったらほぼほぼ不可能です。相当な短い時間の中で動きをいじろうとしたってそんな難しいことはないんですよ。なので意識していただきたいポイントっていうのはフォロースルーなんですね。フォロースルーをどこに収まるように、フォロースルーの形を自分の頭の中でイメージをして、その形を作るためにどういうふうにクラブを下ろすかっていうことがすごい大事なんですよ。そうするとダウンスイングなんかどうでもよくなってくるんですよ。例えばフックボールを打ちたいのでフォロースルーをまっすぐよりもちょっとアウト目にしたいってなったら、いつものトップを作ってフォロースルーのこの位置をアウトにしたいためのスイングをすればいいんですよ。今のドローボール取れてます？完璧な。そういうことなんですよ。
今のなんかダウンスイングどうでもいいですよ。要はドローボールを打ちたいんでドローボールを打つためのフォロースルーを取っただけなんで、降りてき方なんて関係ないですよ。例えばフェードだとしたら、今度まっすぐなフォロースルーよりもちょっとインサイド目の意識になってくると思うんです。したらさっきの逆ですよね。トップの位置からフォロースルーのちょっとインサイドの位置にクラブを運ぶだけ。あれが自在っていうんですかね。そんな感じなんですよ。今のも別にトップからアウトから来ようが、まっすぐ降りてこようが、フォロースルーがここにあればいいで振ってるんで、どうでもいいです。ダウンスイングなんて気にしてる方結構いらっしゃるんで、あまり気にしない方がいいですよ。全然それよりもインパクト5をめっちゃくちゃ大事にした方がいいです。フォロースルーをどういう球を打つんで、どこにクラブを持ってきましたっていう意識をされた方が絶対コースで役に立ちます。ダウンスイング気にしても、まだボール打つ前ですからね。ボール打つ前を気にしてもボールは変わんないです。ボールが変わらないっていうのは、インパクトでボールに触れてからどこに運ぶかの方が大事なんですよ。だからそれを実践的にコースでやっていただきたいので、練習で僕も結構見ます。こうやってダウンスイングを意識されてる方結構見ますけども、確かにおろそかにしちゃいけないとこですよ。適当やっちゃいけないんですけども、ある程度クラブがリリースされて降りてきてたらめちゃくちゃいい球打てますので、あんまりシビアにダウンスイングを意識して打たない方がいいと思います。それよりも先ほど言いましたフォロースルーの方を大切に取ってあげて、意識を強く持ってクラブを振ってあげた方がいい球が出やすくなりますので、実践してみてください。では今回はですね、クラブの下ろし方について解説させていただきました。最後までご視聴ありがとうございます。